転換が一番大事だと思ってるんですよ。で、いろいろなテクニックがあるんだけど、その合気道と例えばプロレスとか合気道と大統領とかね、そういう比較した時にはやっぱり合気道は戦わないって、大統領だと相手をやっつけるっていうことを考えてるんだけど、合気道はいかに自分の安全かっていうことね、それから、相手に合わせるとか、そういう学びのために合気道やってて、で、なんていうのかな、相手を殺すためにやってるわけじゃない、ないわけじゃないの。お互いに、なんていうのかな、だから転換にそれが凝縮してると思うんですよね。転換とか入身とか、入身転換って合気道って、入身転換って言ってるんだけど、昔からね。で最初転換やってるんですけど、転換の時はね、転換の時は相手の線を、まず通り道を、ここにいたんじゃ、ここにいた、いてボカってきこう手取りに行くんだよね。そしたらここにいたんじゃやられちゃうから、やられちゃうし、彼に立ち塞がってる形じゃない、自分が。じゃなくて通り道を開けて、彼あちら行きたいんですかって、そういう風に。で、自由ってのは、あ、向こう行ってもいいし、あ、さよならって、ここさよならして、自分の自由を求めてるっていう、そういう感じね。で、あのプロレスとか大統領だと、どうやってこう持たれたとかやっつけていったらいいかって考えてるわけでしょ、ですよね。でも合気道の場合は来たんだけど、僕は彼は向こう行っちゃって、さよならでもいいわけと思ってるのね。だからそういう違いが、こうやっつけるテクニックを学びに来てるんじゃなくて、いかに自分がそのなんていうのかな、あ、相手が来たいんだけど、さよならって、自分の自由を求めてるっていう、そういう形のことを優先して、こうね、来た時にさよならってやれば、僕はまあ安全じゃない、安心っていうかな。で、そういう感じでやってるんですよ。で、転換ってやってるので、来た時に通り道を開けてさよなら、来た時に通り道を塞いでたら、彼はボカってくるのかね、ボカってくるから来ないように転換をして、安定して、自分が安定、なるべく安定してる、そういう形のために練習してるって。そういう、離れてもいい、こうさよならできる、さよならも一つのなんか自由のなんて、相手をやっつけるのも自由だけど、さよならするのも自由、そういうふうに自由のためにやってるっていう、そういう感じね。じゃあ転換からやりましょう。入ってきた時にから始まってるって昔言ったことは、先週かな、言ったことあるんだけど、入ってきて礼した時から始まってんので、こうやってやられちゃうんだよね。だから入ってきて正面に礼して、こんにちはってやって、お願いしますって言った時からも始まってると思ってんの。だから来たらもう来てんの、こう来てんの、さよならって、もう初めからもうなんていうの、こう分かってるってのな。そう、まあ沖原先生も言ってたけどさ、こうやってやったらやられちゃうんだから、ああやられちゃうんだから、だから来る前から分かってんだから、でも安定してんでしょ、普通の格好してんの、普通の精神状態、それが学びなの。それが一生懸命こうやってやって、最初はこういうところで競争してやってんだけど、あ、それしなくていいんだって、礼して、そして知らんぷりしてんだよ、でも僕は安定してんだよってのが学びなので、それ少し大した学びじゃないんだけど、すごい学びなの。それはできないの、みんなできないから、こうやってやってんの、こうやってで、よりどころを求めてるの、こうやってこう、よりどころ欲しいんだよね、自分がよりどころ欲しいんだよね、よりどころこうして、いらねえんだよ、よりどころなんかいらねえんだよ、自分の安定が優先してんだよ、そういうことを考えなきゃいけないので、稽古してんので、で転換してんの、転換関係ないんだよってか、関係してんだよ、もちろんね、関係してるんだよ、
彼がいなかったらこんなことやってないんだから、彼がいるからやってんだけど、関係してんだけど関係してないの、関係してんだけど関係してないの、ここに関係してないの、ここにどうやってやっつけようかって考えてないんだもん。切ったらさよならなので、それで形があるからこういうふうに入っただけね。で、奥谷さんもやってたけど、こうやってこうやって入ってきて、こうやってくれば四方投げだよね。要はいなくなって安定してることしか考えてないの。お付き合いしないで、お付き合いしないで、お付き合いこの拠り所にしないで、彼をやる拠り所にし、自分の拠り所にしないで、関係ねえんだよって。関係ない、離れてさよならでいいんだけど、でもたまたま手があったの。手があったからこう入ってきた。たまたま手があったの。たまたま、たまたまへその前に手があったの。ほら、へその前に。だからこうに入ってきたの。もしくはこうに入ってきたの。もしくはこうに入ってきたの。もしくは同じじゃないの、全部。全部同じ。転換したの。転換、さよならって。そしてこうやって足をスーッとしたらこう お手返しだしさ、全部同じ、全部同じ、全部同じ。だから同じ一つ一つの技、こうやって、いや、どうやってやってこの手をやっつけますかってことじゃなくて、安全なところに入ってんの、それでさよならしてんの、それが優先だからね。だからそういうことを考えて、あの何、塩投げって形があるから、あの塩投げって形を使って、自分がなんていうのかな、三角っていうか、その安定してて自由、そういうことを学んでるってことね。で、形やりましょうって、そういう話、塩投げ、こう足こう離れて、こっち引っ張ってきてもいいよ、こっち出てきてもいい、こうやって入ってきて入り投げしてもいい、自由にできるんだけど、形として塩投げの形、こうしよう、塩投げ、僕はあの塩投げるときにこうやって、いかにこうやって拠り所にしてないかとか、そういうことなの。自分が自由でボンボンって、自由でこう自由に動ける、さよならでもいい、出て行ってもいい、引っ込んでもいい、入り身投げしてもいい、何してもいいだけど、そのうちの選択肢の一つとして形があるから。で、何を まともに思ってるかっていうと、自分がまっすぐで安定してる、もうそれしかないので、自由に動けるって、それしかないの。そのために稽古してるの。相手をやっつけるために稽古してる。目的が違うからね。相手をやっつけるためにやるんだったら、他の武道やった方がいいかもしれない。大統領とか、なんかそういう、やっつけちゃって、いや、パーってこうやってやって、かっこいいよね。そういうね、そういう方がいいかもしれない。でも、合気道の場合は、自由だから。で、自由のために、こういう形で。そういうことを学びのためにやってるってことね。じゃあ、ちょっと塩投げでやってみましょう。あのね、失敗するんですよ、みんな。必ずこうやって来て、こうやって来て、崩そうと思えば失敗しちゃうの。だから、さっき言った優先順位っていうのは、自分のまっすぐ安定してる、どこでも行けます、足使えます、手使えます、五体あるんだから。片方の腕がなきゃ片方の腕使うしかないんだけど、お互いに怪我してなくて、まあ5体あるからね、5体を使って、どういうふうにするかって話で、で形がいろいろある。それで今度はじゃあ入り身投げっていう形ね。入り身、大体合気道は3つ技があって、入り身投げと塩投げと一挙っていうのは大体3つの基本的な技があるの。それで片手持ちは分かりやすい。普通はこうやってボカッて殴ってくるの。殴ってくると、これは攻撃の形だから、ここにいたんじゃやられちゃうので、こうやってこう来たら、こっちが相手な、これはバカってやられちゃうの。だからこれは線で取らなきゃいけないって、この線を外して、この当たらない位置、線を外して当たらない位置、
それでこういうふうに上げてくるとか一挙のね形ね、こういうふうに入ってくると入り乱れの形で、そこの時に一番大事なのは自分が安定してるってことで、自由に動けるってことで、囚われちゃうとこうなっちゃうの、自分が傾いちゃうの。自分が安定してさよならでもいいので、まあ今度入り乱れやろうと思った、こうやってね、と入り乱れの時は下に落とすの、そこに落とす、でここでこう出てきたの。相手を追っかけちゃわない、相手に寄り所を求めない、よ相手に寄り所を求めるとこういうふうに寄り所になっちゃったから、自分がまっすぐで、自分がまっすぐで後ろもらった、そして通り抜けた、その時落とした、そしてこう出てきた、でまっすぐだよねいつも。そういうことに注意してほしいわけ。自分の姿勢とか、姿勢が良ければ何でもできるんだけど、姿勢が曲がってるとそれしかできないから、物だけ取ろうとしてればこう取って取ろうとしたら手しか取れないので、 手なんか取る必要ないんだもん。こうやって後ろ入ることが目的で、相手を下に落とす、そういう形だからね。だから そういうことに気づいてほしいわけ。優先順位はだから初めから優先順位言ってんだけど、安定してる、自由に動ける、自由を求めて合気道やってんだから、合気道で好きなの。こうやってこうやっていいよ、こうやって形はどうでもいいの、形はどうでも、自分が自由なの、自由でしょ。そういうふうにやって、じゃあ、あの塩投げじゃねえや、なんだっけ、入り身投げか、入り身投げの形ね、使ってちょっとやってみようかな。まっすぐまっすぐね、まっすぐ、あんまりとらわれないで、なるべくですよ、なるべくなるべく、完璧は無理なんだから、みんなね、そのために稽古してんだから、完璧は無理だと思っていいの。最初は傾いていいの。でも次の時は少しは傾かないように、少しは傾か、少前よりは傾いてない、まっすぐ、なるべくなるべくですよ。まあそういう風にやってみましょう。次はじゃあ一挙ね、あのね、 相手の手をコントロールするのは難しいの。だからいなくなっちゃうのが一番楽。そうすると勝手に打ってくれたので、こういう風にやって受けて受けて、こういう風にやったら大変なんだよね。で上手い人はいいよ、あのあ上手い人はね、上手い人はいいよ、上手い人はこういう風に打ってきたのを、例えばさ、例えばあこう打ってきたのをこういうふうに、こういうふうに返してきたらいいんじゃないかと思うんだけど、打たしちゃった方が楽なの。自分の楽なことしか考えてないので、自分がまっすぐなことしか考えてないの、自分が自由なことしか考えてないの、それが優先だから。だから打たしちゃった方がいいの、全然当たらないんだもん。だからこういるんだよね、ボガってこれできるんだよね、これをこうやってわざわざこうやってこれを避けてこうやってやったらこっち回ってるわけだし、大変なの。だからなんていうのかな、それは稽古してるからね、いろいろ避け方いろいろ学ぶのが必要。どうやってやったらうまく効率的に避けれますかって。でもそれの目的ってのは自分が安定して自由でだったらいいんだけど、打たしちゃった方が楽だってことを、打たしちゃった方が全然こう、いや、そしたら打った瞬間にこうやってできるんだからね。でこう塩投げでもいいし、こうやって入ってくればいい、耳投げでもいいし、でそういう話だから、いろいろテクニックあるけど、それより優先、なんだろう、一番楽なことを考えてるってことね。だからこうやって打ってきた時にこう持ってんじゃなくて、打ってきた時にこうやって来たらこれで終わりだよね。あの打つ前に打たしちゃってこうね、こう入ってる、終わりだよね。そういう話なのね。だから楽なことを考えるってことがすごく大事。それからまあ稽古方法としては、打ってくるのはすごく難しい、こうしてタイミングがあるから、こう相手が振りかぶって打ってくるんだよね、これに合わせなきゃいけないからすごく大変。でも打たしちゃったら、こう打たしちゃってボカって楽で、こうねこうやって下がってきちゃったら
入り投げとかさ、あし、なんだっけ、小手返しとかできるんじゃない。だまあ要は上がってきて、上がってきた時に打たしちゃって後ろ通ってきたら入り身投げ。それで今度は表通んなきゃいけないの。表通る時は表とこの手ある、まあ正面打ちの場合ね、この手がある、それからこの手がある、この膝がある、こっち入ってくるとやられちゃうのが非常に確率が高いの。だからここの手を壊して、相手の手を壊して入ってくるといいよっていう人もいるんだけど、打たしちゃってんの、こうやって打たしちゃって、それからこういうふうに入ってくれば楽だなって思ったら、こういうふうに表が、さっきは入り身投げだからこっちが入ったんだけど、こっち表、このこっち、こっちから入んなきゃいけない、こっち、こっちとこの手があんの。だからああやばいなって、それからこうに、そうすると手が止まってるよね、手が止まってるよね。で打たしちゃってるから、打たしちゃってるからこの手使いたくけど、ほらほらこれ、それで打たしちゃってるから、打たしちゃってるの、足をさばいてとこう来るよ、来るけどこのテンションがかかってんの、来ないよ、ほら来ない全然。そしてこうで一挙の形ね。でそういうちょっと稽古してみようかなと思って打たしちゃってでずーっと来たらこっち入んの、こっち、そうするとこうなっちゃった、何もしてないんだよね。で彼が勝手に倒れたって、どうにやりたいの、彼が勝手に打っちゃって、彼が打っちゃって、あいけねえ、打っちゃった、でもあそう手がやばかったらこう持ってたらいいんだけど手見てるのね、手見てる、あやばいって、こうでもいいよ、何しろ反対の手を見てるってこと、この膝とか反撃もらっちゃうのが一番嫌だから、もらっちゃうと不自由になっちゃうから、いやーってやられて死んじゃって終わり。だから反撃の歯、例えば打ってきたよね、この手見てんの、あーって これで止めてんの、そして足をさばいたの、そしたらまた来るよ、ほら来たけどテンションがかかってんの、ほらそうするとかかなんていうのかな、来ないの、そういう感じで、まあいろいろそういうことで、最初に言ったのは自分が安定してる、自分の自由で、なんていうのかな、そういうことが優先だから、そのために相手を見てるのね、相手を見てるって、相手の反撃を見てるってこと、もう食らっちゃわないように、それで自分がいいとこさばく。でちょっと表に入って一挙やってみましょう。あと受けの人ね、受けの人ってのは稽古相手の人、主役は受けの人だと思ってた方がいいので、鳥の人ってのは私の立場、じゃあいいや、じゃあこの人受けの立場ね、で僕は鳥の立場の人は受けの人の補助してんの、補助してこういうふうに入り投げとかやってんので、受けの人がいいとね、いいとだよ、こういうふうに入ってきてたらこの肘が来るの、あで肘のために、受けの鳥の人は肘のために入った瞬間にこう持ってなきゃいけない、来るなって、でこの肘が次が来るの、それ見てるの、見てるってのは受けの立場の、あじゃない、鳥の立場の責任なんだけど、これがないとね、これ例えばこれがないとするじゃん、したらもうこれだけ回ればいいことなの。でもこれがあるとね、鳥の人は子供考えなきゃいけない、だからこうやって入ってこうやって出ていってもいいんだけどもさ、その主導してんのは受けの人なの、主導してんの、だから鳥の人は主導してるのは受けの人だから、鳥の人が勝手にこうやってやってったらこれもらっちゃうんだよね、もらっちゃって、だから受けの人が主役っていうのは受けの人だから、こうやばいんだよ、でこう蹴るとかさこう手がこうなってるね、こうなってたらこうやって入っていくとかさ、この受けの人のこのによ状況によって変わってくるんだから、鳥の人は、だからこの人が
だから受けがいい人だ、いい相手だと、いい稽古ができるとか言うじゃん。ってことは受けの人の方が大事ってこと。だから鳥の人はそれに合わせてこう見てるだけ。見てて来た、あーやばいってこう見てる。そうすると崩れてるから、崩れてるから、じゃあ、こっちに出した方がいいかなってこう出してきたら、こう出てきちゃって、で出てこうに。だからなんていうのと、鳥の人が勝手にやってるんじゃないってことね。で受けの人とお互いに協力してその稽古を作っていくっていう、そういう役目だから、なんていうのかな、受けの人は真剣に打っていかなきゃいけないの。こうやって真剣に受けの人は、僕が受けの人、そしたら鳥の人が何かやったら、やっていいよ、ああそうそう、そしたら俺やられちゃうんだけどさ、こうじゃあ入ってこっち、こうそう入ってきたら、こうこう来たら、ほら、この手が引っかかれば僕はこういうふうに入れるよって、そういうふうにやりたいわけよ。そうすると受け逆反転になっちゃうじゃん。例えば打ってきて、こうやってここ寄り所してるの、寄り所にこの手がなった瞬間に、受けの人は、あ、寄り所になってるなって、ほら寄り所作らないで自分がさばいてくる。もしくは、まあ、打たれちゃったら打っちゃって、したらこう来たら、この手のこなまあこの手でなんかこうさばなんかやってきた、ああそう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 、そうやられちゃった、足が入ったから、こうやって足も持ってこうやって入ってきちゃったとか、返し技できるよね。だから受けの人が大事、稽古の時はね。だからそういうつもりで受けの人はやってほしいってことで、受けの人の役目は攻撃だから、隙があったら攻撃しちゃってもういいですからね。こうやって寄り所してったら攻撃されちゃうの。やられちゃうから、だからこういなくなって、ポカってこうやられないようにこうやってんの。そしてこうやってんの。そういうことでね、じゃあそういうことも考えて、ちょっと受けの人ね、ちょっとやりましょう。でどうにやったらいいんですかって、そうね、こう来てこう、後輩と先輩だと先輩の方が大体うまいんですよね。で入れないよって、あんじゃだったらどうしたらいいの、入れないよ、だからどうするんですかって聞くの、すいませんけど教えてくださいって。そうしたら、もっとお前こういうふうにやれよっていうふうに言うのね。それは荒川先生と僕の関係みたいなもんだけどさ、そういう昔の関係で、ああこの手が突っ張りすぎてるから、ああ俺はこう出すぎてるから入れるんだと思って、夫がはいやめた、それで入るっていうことができるようになるわけだから、なんていうのかな、そのうまく最初から行くわけないんだから、こううまくいくわけないんだから、そういう話ね。だからもっと謙虚になりましょうって話、俺が強いんだってんじゃなくて、俺は弱いんだよ、で教えてほしいんだよって、そういうふうな気持ちだといつもできるっていう話ですね。じゃあ座って最後やりましょう。これはね、こうやって体重を使わないのがコツだから、体重を使ってこう斜めっちゃって体重を使ってるとすごく良くないっていうかな、彼がいないと、ああ、ボタンって倒れちゃうの。だから、体重を使わないで自分が自立してるって、自立の練習。自立してまっすぐ。まっすぐでこう、それで、こう、まっすぐ、まっすぐ。いなくても行っても関係ないの。形がちゃんとしてるの。彼がいるから、こういうふうにやってるのは、だけど、離れた瞬間に、こういうふうに倒れちゃうでしょ。でも自立してんの、自立、ほら、だいなくても関係ないの。そういう形でやってほしいのよ。だからこういうふうにほら自立してんの、自立、自分がいても いなくても関係ない、いてもいなくても関係ないんだから、こう いなくても関係ないって、そういうふうにやりたい。じゃあちょっとやってみましょうかね。おい、まっすぐね、まっすぐまっすぐ、それで足とかちょうどいいところ、自立、まっすぐ、そして
ちょうどいいところ、ちょうどいいところに、これ緩んでいると反撃もらっちゃうから、あーっと反撃もらっちゃうから緩ませないんだ、ここね。これだけで違うの、これだけで、これだけで、それでもう彼は動けないって、そういう形ね。じゃあそういう形でやりましょう。はい、どうぞ。